今日から5月です。今年もネクタイやジャケットなどを着用しないクールビズがスタートしました。職場にはですね、うちわとかセンスとか持ち込んで、機能性の高い涼しく過ごせる肌着増えてますし、そういったものを活用して涼しく過ごしていただければと思います。クールビズは地球温暖化対策や節電の一環として毎年行われています。環境省では冷房の設定温度を28度にして軽装で過ごすよう呼びかけています。期間は10月までで、6月からはアロハシャツやスニーカーでも出勤できるスーパークールビズも始まります。